こんばんは、勝則です。今日も食事の内容と体重の変化を記録投稿していきます。サムネイルは豚だしうどんです。豚ハラミを、蒸し焼きにして出た豚のだしですね。ものすごい濃厚な豚のだしで釜揚げうどんを食べます。で、湯豆腐です。煮てこの場合にあるのは1丁ですけど、多分3丁ぐらい食べると思います。で、野菜はプチトマトとキュウリと千切りキャベツになります。はい、肝心の体重です。ちゃんと減ってきてるか。昨日はね、豚ハラミをがっつり食べて増えてたから、今日も昨日豚ハラミ食べたから増えてる可能性がありますね。あ、増えて、あ、現状維持か。増えてはいないだけマシですね。豚ハラミ食べて体重 56.9、 体重 56.9、 体脂肪率 12.7、 体重 56.9、 体脂肪率 12.7、 基礎代謝 1339、 内臓脂肪レベル4、筋肉量 47.1、 筋肉量スコアマイナス2、推定骨量 2.6。 もう一度、体重 56.9、 体脂肪率12.7、 内臓脂肪レベル4です。サムネイルは豚だしうどん、湯豆腐、山頂食べる予定です。プチトマトとキュウリで千切りキャベツです。今日はこれで終わりです。ご視聴ありがとうございます。